はいどうもー、ノベレオタギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのはですね、建築学生必見シリーズ17回目をお送りしていきたいと思います。僕はですね、高校3年間、そして大学4年間で計7年間建築を学んできた上で、僕が感じたこと、僕が思ったことをですね、建築を学んでる皆さん、そして建築を今から目指してる皆さん、僕がこの動画を上げることによってですね、少しでもですね、知識を得ていただいて、自分がいいなと思ったものはぜひ盗んで いいただければなと思いますそして今回ですねそのお話しさせていただくテーマとしてはですね、まあ、今の時代だからこそっていうテーマなんですけども、まあ、リモート授業だからこそ建築学生がやるべき3つのことっていうものをですね僕なりに今リモート授業の中で何がやれるんだろうって思ってその中で僕はいろんなものがあると思うんですけどもその中でも3つ僕がですねこれだと思うものを皆さんにお届けしたいなと思いますもし3つの中で1つでもね当てはまったら是非ねその1つでもやって ていいいただけるとと嬉しいなと思いますすではね今回のテーマについいいててお話しさせていただければなと思いますまあね、3つあるんですけども、1つ目はですね、もう本当に当たり前のようなことなんですが、教科書を読む。めちゃくちゃ当たり前でしょ教科書を読むっていうのが僕にとってですね、まあリモート授業だからこそやるべきことなんじゃないかなっていうのを1つ思ってます。まあなぜかというとですね、まあ僕が大学行ってた時、まあまあもちろんリモート授業じゃなかったですね、リモート授業じゃなかったんで、まあ先生が、まあね、その90分間 先生が来てで、授業を受けるって形ででしたで普通教科なら教科書ってもちろん必要なんだけども、専門の授業っていうと、結構ですね、あれこの教科書一回も使わずに終わったんだけど、どういうことみたいな教科書って、建築家においてはあるあるなんじゃないかなっていうのを僕は正直思ってて、この授業でこの教科書使わなくねっていうのを友達と話したりして、いや、これ絶対買わなくていいよってなって、結局買わなくて、やっぱり使わなかった、テストでも使わなかったなんじゃこりゃっていうね、結構そういう展開があるんだよね。なので、その教科書を あまりねそのののリモート授業前のことっって使わなかったので使う時はもちろんあるんだよテスト前とかだったら使う時はあるんだけども授業とかであまり使わなかったからもうスクリーンに通して見るからノートを取るだけでいいっていう感じで本当に教科書を開くことがねあんまりなかったっていうのは正直なとこありますでも今となってはリモート授業っていうものがあって、まあ、リモート授業というのは本当にもう一方通行じゃないですかほぼほぼね、まあ、会話ができる授業ももしかしたらあるのかもしれないんだけど先生たちが一方的にしゃべって自分とで たちがノートを取るとかそういう感じだと思うんですけども、まあ、全然ね、まあ、授業学校の授業とまあ一緒って言ったら一緒なのかもしれないけどもまたね違った問題があって自分で分からなかったら質問することもできないし周りに友達がいないから友達に聞くこともできないんだよねじゃあどうすれば自分がその専門知識をもうまあ周りの人に比べて自分をレベルアップできるかそのリモート授業終わってからじゃあ普通に大学の授業が始まり大学生活が始まった上で普通に生活に馴染んでいけるかといったらやはりね その専門ののの教科書ととかかをめ、ね、めちちちちゃゃゃゃくく読み漁るっていうは大事なのかなと思います。やっぱり大学でもらった教科書っていうのはですねある程度まあある程度というか教科書っていうものは簡単に言っちゃえば知識の宝庫なんですよね頭に入れるだけで自分の知識が増えるし建築の将来自分が建築に進みたいのであれば必ずで必要となる鍵になりますなぜかというと建築家と言ったら1級建築士とか2級建築士っていうのがあると思うんですけどもその資格を取るためにはじゃあ今リモ リモート授業だからって,言ってじゃあ知識この専門は入れませんよテストに入れませんそういうわけじゃないんだよねなのでそう考えるとリモート授業だからこそ自分にですね時間が結構空くと思うんだよねその時間でバイトを入れるっていうのもいいんだけどもやはり自分に投資する時間っていうのも大事なのかなっていうのを正直思います自分がやってこなかったからこそ分かることもあってその教科書を読んで読んで読んで自分にですね知識を入れた状態でもう自分のものにしていくもうその教科書ごともう頭の中に入れてしまえばですねもう要 ははももう授授業業ななんててリモート授業は受けなくてもいいレベルでも受けないとそのなんだろう進路に進路というか進級できないとかなったらまあ別なんだけどねでその上でですね、まあ、新しくリモート授業が終わって授業が始まりますとなったらですねもう先生が話してることが全部理解できた上でですね授業に取り組むとですねもうね基本眠くならないしむしろ楽しくなっちゃうんじゃないかなって思いますで楽しい状態になると先生とですねその建築に関してですねもうお互いに意見を交換し合って議論できるんだよねそうだって でくるとてぜひね教科書を読むっていうのはですね一つ、まあ、大事にしていただければなと思いますそしてですね2番目なんですけどもまあ、これはですね僕がこのアートのチャンネルで建築を上げてる理由の一つでもあるんですけども、まあ、建築って海外ではねその芸術の一つって捉えてる方っていうかむしろ建築っていうのは芸術の一つなんだよって言われてるんですよなので僕はですねそのアートのチャンネル僕のノベルオタギャラリーの中ではアート絵を基本的に上げさせていただいてアートの 視点からですね皆さんに建築をお伝えしてるっていうのが多いんですけどもその中でなぜ絵を描くことがですねめちゃめちゃいいのかっていう、まあ、メリットについてお話しさせていただかないと「え絵なんて難しいから描けないよ」とかよく言うじゃないですかそういうのはですね別に関係ないんだよっていうのをお話しさせていただきたいと思いますまず1つ目ね絵を描くことによってメリットっていうのは何があるかって言ったらですね、まあ、アメリカで行われたこれ1つの研究らしいんだけども絵を描くなどのクリエイティブな活動を45分間続けるとですねストレスが大幅に下がる っっっててていうのがですねわかってるんだってしかも技術や経験絵がうまい下手が関係なしで経験も全くなくてもどんな人でもですね効果的にストレスを大幅に下げることができるっていうことで絵を描くことっていうのはですね、まあ、建築に限らずですねめちゃめちゃストレスを軽減させる一つのアイテムとして皆さん考えていただければいいのかなと思いますそしてですね他にもメリットがあって記憶力が上が上るんだってなぜ記憶力が上がるかっていったらまたこれまで研究大学の研究であったらしいんだけども言葉を文字に書いて覚えるて。 まあ、テストでもよくあるよね言葉を文字にして覚えるっていうのはよくあることなんだけど言葉を絵にしてて書いた方ががが記憶力が上がるんだって例えば10個の文字よりも10個の絵を書いた方が頭に残るらしいんだよね脳みそってそういう風になってるんだってだから絵っていうものは、まあ、テスト勉強にももしかしたら生かすことができるのかなっていうのを正直思いましただからもしかしたらリモート授業だからこそまあ今授業聞いてるわわけわかんねえだなんて思いながら自分なりに絵を描いてこういう風に絵でまとめていくとより自分なりに 自分でリモート授業だから全然ねあのその普通に講義を受けてるんだとまたね伝わり方が違うと思うんだよねその伝わり方がまた違うから自分で絵を描いて自分でね納得できるような感じで理解していくっていうのがリモート授業では大事なのかなってのを思いますそしてですねまあ絵っていうものは手軽にねできることだと思うんですその紙やペンがあったりとかすればすぐ始めれる一つだと思うので、まあ、1日45分とは言わないけどもそのちょっとだけでも1、まあ、個の動画僕の動画って言ったらまあ10分より低い 動画のののの方が多いいいいいでその10分ぐららだったらまあ簡単に見るのはいいなと思いますぜひすね、見ていただけると嬉しいなと思うし、まあ、自分が好きなものなんか絵を飾るだけでもいいんだって人生においてわこの絵好きだなっていうのは、ね、結構人って見つけることができるんだってだからその一つでも自分がいいなと思う絵をですね飾るなど自分の目に留まるところに置いておくだけでもストレス解消になるから今ねこのリモート授業だからこそいいのかなって思いますで最後3つ目なんだけどもこれはですねもう今皆さん 今この動画を見てる皆さんだったらもしかしたらやってることなのかもしれないけれども YouTube の中で勉強するのもありなのかなってのを思います今ねこういう風に動画を見ていただいてる方は YouTube で建築を検索して僕の動画を見ていただいてると思うんですけどもその中で勉強するっていうのはですねめちゃめちゃいいなと思ってて僕が大学の時って勉強を届けてる YouTube っていうのはあまりなかったんだよねでも今はですねもう本当に高校生ぐらいまでの授業の普通教科ならもう YouTube で検索したら出てくるからぜひですねもしわからない 授業とか分からない教科があれば YouTube でで調べてすすね勉強するっていうのもありなのかなっていうのを正直思いました僕自身がですねあんまり授業でわわからないとかあるわでも先生に聞くのなとか結構ですね先生に聞くのためらってる自分もいたんだよねそれって結構ねめちゃめちゃもったいないことをしてるんだけどもでもなかなかさじゃあお前先生に授業わかんなかったら聞けよって言ってもいや無理無理ってなるじゃんなるじゃんだからその聞きに行くのが苦手な人に YouTube はめちゃめちゃおすすめなのかなと思います YouTube の授業で生配 自身で授業を教えてる方もいらっしゃるのでぜひですねコメントとかでコメントだったら YouTube とか Twitter とか SNS って匿名で自分の好きな名前でさコメントとか打つことができるじゃんそれって SNS でいい方にも悪い方にも転ぶことができるんだよねだからいい方に転ぶようにすれば自分でね自分の名前じゃなくてコメント自分でわからないことを質問するっていうのに使えばめちゃめちゃ YouTube で勉強することっていうのは素晴らしいことなんじゃないかなと思います今ねこうやってお話しさせていただきましたけどもリモート授業だからこそ県 建築学生やるべき3つのことっていうことで、まあ一つ目、教科書を読もうということで、教科書っていうのは、まあ簡単に言えば知識の宝庫だよっていうのをお話しさせていただきました。なのでですね、まあ本を読む、漫画を読むっていう時間もめちゃめちゃ大事なんだけど、専門の知識を蓄えたければ、簡単に言えばもう身近にあるものっていうのは教科書とかになってくるので、教科書もですね、少しはそのリモート授業で自分の時間が空いてるのであればですね、ちょっとは教科書を読む時間に当ててもいいのかなと思います。そして二つ目はね、絵を描こうということでですね、まあ海外では建築は芸術 ののつだだってていいうのをお話ししさせていたたきましたけども絵を描こうということで絵のね、まあ、描いてるメリットっていうか絵を描くことにメリットはあるのかっていうお話をさせていただきましたけどもめちゃくちゃねメリットっていうのを今お話しさせていただいてあるなっていうのを感じた方もいるんじゃないかなと思いますなので、ね、絵がうまい下手とか関係なしにもう本当に線1本でもいいんだよね線を1本何本でもこうやってね乱雑に描くだけでもですね結構気持ちって落ち着くんだよね僕は結構アートの動画で言ってるのは絵を描いたことによって、まあ、感情のまま描いてみる っていうのを結構やったりするんだけどもその感情のままに書くことによってですねなんか落ち着いちゃってもうめちゃめちゃですねもう頭もリフレッシュできて結構メンタル的にもメンタルリフレッシュになるからいいなと思いますそして3つ目ね YouTube で勉強することっていうのをですねお話しさせていただきましたけども今となってはもう本当にリモート授業だから本当に時間が空くっていうのもあって、まあ、YouTube っていうのもだんだん進化してですね本当に結構勉強系の YouTube っていうのもあるので是非ですね自分がわからないことっていうのはググってみるっていうのもいいし、まあ、先生が短い にね、連絡取れるのであればば先生に聞いてですね、まあ、テストとかの範囲って言えまも、資格とかの勉強になればもしかしたら YouTube で検索する方がもっとですねより身近にですね勉強できるんじゃないかなってのを思います、まあ、今回はこのような形でですねリモート授業だからこそ建築学生がやるべき3つのことについてお話しさせていただきましたこのねリモート授業の時代だからこそですね過去以上に勉強していかないといけないんじゃないかなっていうのを正直思いましたねなので皆さんね、まあ、建築学生の皆さんは な、まあ、なかなかね大学生活っていうのを自分が思ってたものとは想像が違う想像以上にですねもう本当に逆転してるかのようにですね今ね変わってきてると思うんですけどもまあ、今リモート授業だからこそできることっていうのをぜひ皆さん探していただいてですね最高な大学生活を送っていただければなと思いますということでですね今回17回目お話しさせていただきましたけどもリモート授業だからの建築学生や,やるべき3つのことっていうことでぜひですね少しでも1つでもね参考になっていただければ嬉しいなと思いますということで今日はこの辺で 終わりたいいと思いますけども皆さんとまた最高のアートの世界でお会いしたいと思いますしぜひね建築学生の皆さんはですね少しでも建築をですね知識を蓄えていただいてですねよりこれからの大学生活楽しんでいただければなと思いますでは皆さんとまた最高のアートの世界でお会いしましょうバイバイありがとうございました建築学生の皆さん後期もですねもう冬になったら寒くなってくるんで、まあ、寒さ健康も第一に考えてですねぜひ大学生活も楽しんでくださいでは皆さんまた最高のアートの世界でお会いしましょうバイバイありがとうございました建築学生頑張れ で皆さんまた明日